今夜の天神アクターは大好評人気メニューを見極めろ、ピンキリグルメ対決ドキドキ地場が。しかしただで食べさせないのがこの番組、メンバーを襲う地腹の嵐に金銭感覚も崩壊、さらに嬉し恥ずかし大説教、メンバーへの秘められた愛を大告白。今宵のピンキリグルメ対決、舞台は博多駅のすぐ近く、肉バル伊万里屋。貴重な佐賀産和牛伊万里牛の専門店で極上ステーキとワインを楽しむ大人なお店。ちなみにピントは注文数が一番多いメニュー、切りは一番少ないメニューのこと。対戦するのはこの2組。スケスケブラザーズ、よろしくお願いします。おなじみ澤柳松島のスケスケブラザーズ、そしてチーム副大の先輩後輩チームです。先輩孫子と後輩岡のチーム福岡大学。人間は必須アミノ酸っていうのが9種類ないと体 そのタンパク質っていうのを合成できないんです。だからその牛肉にはその必須アミノ酸が8種類入ってるんですよ、うん、だからもう僕たち人間からしてみればあと1種類の必須アミノ酸取るだけでタンパク質合成できるっていうね、うん、おー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 。岡のうんちくはさておき、1回戦スタート。まずはですね、伊万里屋の極上伊万里牛イレブンから金メニューを当てていただきます。自慢のメニューは、うわー、これうわー、はい、値段もなかなかしますね。この中から一番人気メニューを当てていただきます。はい。そして今回も上位2位とブービーを当てたチームはその料理を自腹でお支払い。ちなみに4人の所持金はご覧の通り、孫子はクレジットカードしか持っていません。まずはスケスケからお出しましょうか。はい、どれ行きましょう。せーの、伊万里牛特上ロース。おお、出たー。うわ、これいった。伊万里牛を食べに来てるんだから、そしたらもう特上のロースしかないでしょって、はい、なるほど。さあ対する、じゃあ副大チーム、はい、伊万里牛頬肉の赤ワインに肉をですね、うん、赤ワインにで煮たら、うん、うまいじゃないですか。うっすー。まずはスケスケオーダー特上ロースから。きた、あー、掴んだ。おー、素晴らしい。すごい美味しいわこれ。焼き方としてはどういう方、はい、5分焼かしていただいて、5分お肉を寝かせて、それを細かく細かく繰り返すことで肉汁を全部中に組み込んでいるという。周りがすごい。後ろから出てきました。うわ絶対美味しいわ。伊万里牛の特上ロース、お値段4,500円。はい、どうぞ召し上がってください。はい、いただきます。いただきます。もう柔らかっ。すっごい美味しい。これこれ本当に肉ですか。はい。じゃあなんだよっていうぐらい柔らかくないですか。続いてはチーム副大オーダー、じっくり煮込んだ伊万里牛頬肉の赤ワインに、プルンとしたゼラチン質の油が絶妙です。今切ってる感覚じゃないんですよ、押して切れるんですよ。あー、大丈夫ですか。合ってますか。合ってます。すごい。おお、あ、ほぼだからちょっと見てみよう、様子見てみよう、様子を見てみよう。噛まなくても全然、歯なくてもいける。これほほほほほ、たまたまっすね。たまたま。どちらもきっちり完食し、いざ順位発表。まずはスケスケオーダー特上ロースから。この商品の順位は第6位。うわ、なんとも言えん。マジか。マジですか。お値段かな。そうなのかな。そしてチーム副大オーダー頬肉赤ワイン煮の順位は、伊万里牛の頬肉の赤ワイン煮、
お客さんの気持ちがわからん、うん、お客の気持ちがわからないチーム副大、2品目は伊万里牛いちぼのレアステーキ。ユッケ風のタレでいただく珍しさが人気と推理。うわあ、もう柔らかいやつだな。お今、うん、このテレビでこれ見てる人は、うん、早くここに来い。本当にすいません。本当にもう視聴者の皆さんも本当にすいません。とにかく美味しいことを伝えたかったレアステーキの順位は第5位です。残念。一方スケスケは鉄板物が人気と読み、伊万里牛 100% ハンバーグをオーダー。特製ジャポネソースでいただきます。出てくる出てくる。顎がえ何が肉汁です。肉汁が分かるでしょ。あ、甘いね。そしてみんな大好きハンバーグ、しかしその順位は意外な結果に。第10位自腹おめでとう。2巡目が終わり残り7品、ピンメニューは何なのか。人気2位の自腹メニューもまだ隠されています。